はい、すーこんちゃーめいです。今回は、ですね、鳴上優がやたら出たんだわ、うちのガチャ。鳴上優がやたら出たので、まあ、せっかくならということで全員進化させました。ただスキルレベルをね、上げるのがめんどくさかったんで、3体スキルレベルマックスで、あとの2体は1なまんまなんですけど、まあ許してください。で、キリン装備を3体に装備して、2人ラシオスですね。2人はラシオス装備です。確か。そうですね。で、フレンドさんもキリンです。クライム耐性は 80% かな。超壊滅ドラゴンラッシュやっていきましょう。常に盤面に9個欲しいねって思うんですけど、これびっくりだよね、こんなやつ入ってきたら。やっぱ恨めしゆうすけだな。光消しやめて。本当に。もう勘弁して、マジで。あー、もう勘弁してよ。ゼロオーグをまず引いていくあたりでやばいわ。結構火力出るんですよ。1000万ぐらい出るんで。無効貫通入れたら。勝てるかな勝てるか不安なんだよ。あ、イデアルの火力でもきついか。なんか無難なパーティーだね。すごい裏闘技場に行きますみたいな。そっか、俺これね、人のパーティーをうだうだ言うとまた怒られるんだよね。だからあんまりマルチの動画出すとね、ちょっと怖いんだけど、人のパーティーはもう何も言わないことにしよう。今回鳴上優、そう、私が主人公鳴上優です。はい、もうびっくりかよっていうね。どんなパーティーやねん。とりあえずね、残しといてあげよう。いろいろ割合をね、食らう番にはなりたくないね。割合だけは勘弁して。無効貫通入れてあげたらワンチャン闇の火力で抜けるとか。ちょっとめっちゃ強いな、今5万何歩だったよね、こういう威力やばすぎ。鳴上優入ってんじゃん、今更だけど。いいね、これ闇吸収にしてくれ、マジで。 OKOKOK、ナイス。次の人がイデアルがちょっといるから。いなかった、ごめんなさい、さっきの人でした。これ闇いないわ。神パ神パ、もうまさにゼロオグが出ることを予知していたかのようなパーティー。ナイスナイス。ハート降ってきてほしいね。惜しい。光が、2、4、6、7、属性一応列挙。うわー、めんどくせえな。毒耐性ないぞ、うち。無効貫通入れたらなんかうまいこといかないかなうまいこといってほしいな。ちょっと頑張ってほしい。あちょっと待って、それは困る。それはそれで困るんだけど、ちょっともう一発打つわ。マジかよマジかよ、残すなよそこ列をさ。もうこれで頑張って抜いてみたいな。惜しい、危ない、危ないよ。鳴上優だからこそ耐えれたけど危ないよ。もう死ぬ寸前なんですけど。やばいやばい、ほんと倒せる。おお、ナイス。やっぱ恨めしは強いな。続けるぞか。これもワンパンいけるんじゃないかな。なんだかんだ闇だし、ドラゴンキラー振ってありそうだし、色がないのか。いや、回復したいな。ちょっとね、回復を生成する手段がないので、光を生成するか相手の防御力をゼロにすることしかできないのでね、ちょっと困っちゃった編成なんですけど。早く消すもんなー、ですよねー。ちょっとね、とりあえず、あー、これダメだ。これで回復ナイス、ありがとう。これね、夜付けしにした方がよくてね、夜付けしにするとね、ハートあれだから2個持ってるからさ、先制攻撃で死ぬかなこれ。あ、ギリギリ来てるわ。ハートのね、強化ドロップが
2個ずつあるから全部で12個あって回復力結構高いと思うんだよね、ハートの4つ消しすると。だからハートの4つ消ししたいなとか思うんだけど、うちもジンスキルが欲しい。ここはワンパンでいけそうだね。オッケーオッケー、なんとかしてクリアしたい。誰引いたらいいんだろう。とりあえずエナとかはやめてほしいね。グラト、これさ、無効貫通する出番ないと私の出番がないんですよ。つかロック目覚めがめっちゃめんどくさくない？ロックやばいんですけど。ここは裏飯のお任せ。多分ねここは貫通してくれると思う。問題は次にあのないっていう光が。お、いいね、オッケーオッケー、多分いけるんじゃないかな。さすが。これさ光ないときついんだけど、絶対9個生成できないと思ってる。分からんけどやってみる。2個差しかスキル何個、2個か3個か。ロック解除があったらな、めちゃくちゃすぎんだけどね、ないんですよ私のスキル。なんとか頑張って、オッケーできた。もうこれこれでいくしかねえ。これでこれで頑張ろう。いやこれで、これ見せどころさんよ、見せどころさん。いや操作時間長えな。はい、よし、落ち込むナイス、いいよ。ワンパン見したれ。全然いかないんかい全然いかないやないかい。はい、ということで、超極限、超壊滅級、超壊滅ドラゴンラッシュが無理だったので、特上3の方に来てます。ということで、エジュトラね、リダチェンされたんですけど、残念ながらそこも鳴神優ということでね、やっていきましょう。コンボ吸収に気をつけて、ちゃんと無難に組むか。あー、つながるやつ。あれ？マジか、光組めてなかったか。まあ、ええわ。やっぱりね、回復力高い。8万、10万までは回復しないけど、8万ぐらいは頑張れば回復できる。頑張らなくても回復できるかも。ちょっとね、光置きたい。で、火力はだいたい、これで200万ぐらい。まあ、倒せます。で、根性来るときついんで、うわー、割合だ。ここ、回復の見せ所さん。光は置いときたいね、気持ち。こう、違う。こうか。ほい。ほい。あ、これ待って、水が、ちょ。これ、ハートを4つ消し1コンボ。これで6万だよ。すごくね。はい。よし、じゃあ倒していきましょう。ラクシュミとか、まあまあ、まだ。風神とかは持ってきてるんでいいんですけど、誰が嫌だな、イルシックスが一番今はね恐れてる。どうしようみたいな。イルシックスが出なければな、とりあえずいいかなっていう感はある。よし、いいね。ここはとりあえず何でもええわ。で、あのプレドラとか、プレドラとか貫通できるとは思うんだけど、頑張れば防御力ゼロにできるから、そういうプレドラだったりタマドラだったり、あの潜在キラーのだったりが、まあ余裕で貫通1コンボ、闇1コンボぐらいで貫通できるんで、そこら辺楽ですね、かなり。スキルがね単に優秀なんで、あとこれね多分操作時間やばいんだよ。ほら、めっちゃ余裕です。ラクシュミもびっくり。暗闇とかね、もう最初からもう全部こうやって、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 こうやってあげるだけでいいんです。めちゃくちゃ余裕、本当に。ナメプ。何もすごくない。もう君すごいんじゃない？これ誰でもできる。でもパズドラやったことない人でも、このちょっと変なやつ揃えてっていうだけで多分できると思うよ。はい。
で次はグリザルだからとりあえずいいじゃん。その次はまあビッシュヌか、シバだったらやだね、割合が来るから。これは食らわざるを得ないんで食らうんですけど、まあこんなちょっといらない色を消しとこっか。ちょっと光はね置いときたいです。倒してねワンパンしてくれないとあれだから、オッケーオッケーオッケー、割合は勘弁で、まあ何でもいいんだけど、オッケーオッケー、いいと思います。6個あれば抜けると思うんで、ボーラン使ってまあ普通に無難に組んで、いらない色は多めに消しといて、まあ倒せるっしょ。 OKOKOK。 あーノアドラとかきつい、まあ大丈夫か。お、いいね、ここでフォードを引いたのはでかい。根性持ち全然出てこないわ今回。はい、で光生成してほしいな。まあしてもらわなくてもいいんだけど、できればそういうこと。あ、それは先生って言わないです、それは先生って言わないですよ。お邪魔ドロップやばいな、ビッシュのめんどくさいな、そういうところが、そういうところよほんまに。待って、これコンボ吸収があかんコンボ吸収があかんやつやもう一回転雷、もう一回転雷、オッケー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 、これいけるな多分、ありそうじゃない。こうしてこうで、あ、いいね、いいっすよ。 OK で、ブーブーがめんどくさいのでアテナで、ヘラかアテナで。ヘラだったらでも、はい、あれだな、光ずっと消され続ける。それさ、ウルカ打たざるを得ないか、もしくは、いや、なんか全部鳴る神じゃないやつ溜まってんだよ。ウルカ使うとヘラドラ出た時どうすんのってことになるからな。落雷突進しか溜まってないんだけど、全部同じところに生成するから意味ないじゃん。ウルカ使います。マジで勘弁してよ本当に。ここでヘラドラ出るとかマジでやめてよ、それ冗談抜きで本当に勘弁して。ヘラドラ以外、ジンスキルのためにウルカ打つのマジで勘弁だったわ。あー待って、無効貫通を生かさせてください本当に。もう無効貫通生かせないまんじゃんこいつ。まあええわ、無効貫通無理やり生かすわもうしゃあなしよこんなの。あ、でも根性あれだわ、まあええわ、いくよ123、まあいいや、とりあえず、はい、打ちます。で、ここ闇決めよっか、闇決めて、ここで無効貫通してお邪魔で蓋しといて、まあ、あんまりそんなに組まなくていいかな。とりあえずこれでどれぐらいの火力出るか、これで1000万ぐらい。やっぱダメだよね、これで。じゃあ闇1コンボぐらいしてあげて根性取ってあげよう。あー光降ってきそう、街がすごい。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。で12、無効貫通もう一回したいんで、ちょっともう一回色もらっていいですかね。ちょっとここでスキルを使うんじゃなくて次でスキルを使いたいので、オッケー、これ降ってきたっしょ、9個あるのでこれ突破しましょう。ここで無効貫通組みます。あと闇闇で、まあこんなもんか、まあ倒せるっしょ普通に。 OK、 ナイス落ち込ん、強いね。たとえ多分ノアドラでも闇吸収でちょっと闇の落ち込んさえ来なければいけた感があるね。ここでも生かしていきましょう。光ドロップが1個さえあればワンメンに無効貫通が組めるので、最初に無効貫通組むの嫌なので、まずいらない色を決めといてからの、あードロップスがちょっと中途半端だな。光逃がしてあげて、
ほい。まあいけるっしょ。いやさすがすぎる。ドラゴンキラーもあるからね、最高で。さらにここは、あ、防御力もゼロだったわ。はい、いいね結構思ったより強かった。回復力もあるしサクサクだったわ。根性に対策はできてないんだけどね。まああんまりそんな手強い根性来ないと思うし、イルシックス出たらロックじゃないところで光生成して倒してあげればいいと思うし。はい、ということで今回はオールナルカミユーパー使ってみました。回復ドロップ強化がね2個持ってるっていうのがやっぱでかくて、さらに無効貫通もあるからやっぱ火力回復体力ね、どれを見ても優秀かなと思いました。ぜひね、皆さんもね、今コラボやってるんで、鳴上優引いて、5体編成で使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。